判決によりますと会社役員の松成栄一郎被告は2021年、浮橋の駐車場で当時64歳の叔父を車で複数回引いて殺害し生命保険金およそ1500万円を騙し取りましたこれまでの裁判で松成被告は現場には行っていないし殺害もしていないと無罪を主張し検察は無期懲役を求刑していました。 きょうの判決で福岡地裁の鈴島真一裁判長は松成被告の携帯電話の位置情報などから被告以外の犯人は考えられないと指摘その上で保険代理店業を営む被告がその知識を悪用した強固な殺意に基づいて被害者を殺害した残酷で冷酷な犯行などとして松成被告に無期懲役の判決を言い渡しました。 松成被告は判決を不服として即日控訴しました。